はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、アテムです。さあ本日なんですが、皆さんオシリスの天空竜という最強のモンスターはご存知でしょうか。ご存知の方も多いと思うんですが、このオシリスの天空竜、実は今環境に座ってるんじゃねえか説がありまして、これなんでかっていうと、なんか不安打レイズが結構多いんですよ今。新パック登場したすぐってことで、しかもクソ強いんでこのテーマね。なんで、フアンダリーズがめっちゃ多いんですけど、フアンダリーズの弱点、前回、ね、動画にした通り、フアンダリーズの弱点っていうのは必ず表側攻撃表示で召喚しないといけないんで、オークワンフーとかが結構効くんですよ。で同じ理由でめっちゃ最強の神がいまして、このオシリスの天空竜っていうモンスターの将来弾っていう効果ね、相手がモンスターを攻撃表示で召喚と特殊召喚成功すると、そのモンスターの打点を2000ポイントダウンさせて0になったら破壊するっていう効果がありまして、この将来弾がフアンダリーズにめっちゃ刺さるんですよ。めっちゃ刺さるんです。だから全モンスターぶっ破されるんで、絶対モンスター展開できないんですよね相手で。さらにオシリスの天空竜さんが出しやすいデッキがありまして、それがフアンダリーズなんですよ。フアンダリーズってなんかめっちゃ横に展開できるんで、召喚剣使わずに、だからアドバンス召喚系のテーマとすごく相性がいいんですね。でしかもなんか今回入ってるこのスノールっていうこの UR、 ちなみに過去召喚ムービーがあるんです。こいつのそのね1番の効果、アドバンス召喚したこいつがいると、自分は通常召喚を3回まで行うことができるっていう効果がありまして、この通常召喚を3回に増やす効果と神の召喚がめっちゃ相性がいいんですよ。だから今日はですね、フアンダリーズを使って、スノール経由でオシリスを出して、フアンダリーズを目立っていく、フアンダリーズというデッキを組んできたので、早速ね、将来弾からの超電導波サンダーフォースをお見舞いしていきましょう。デュエル、スタンバイ。いや、悪くない。悪くない。悪くない。悪くないぞ。これは金剣と合剣でなんか相手の動きを抑制しながらアルティメット展開をすることができる。まずは、金剣の効果で掛けも一体ないとオシリスは出ないか。ですね、とりあえずこれどうでもよくて、この辺の使わなそうなカードをめっちゃ除外して、でこれいいわ。でカードを6枚見ます。虚無、アバター、儚、合剣、金剣、ストーリー。なるほど、一応儚持ってきときますか。儚持ってきて、最悪ね、オシリス出なくてもちゃんと誘発はケアできるようにしといて、で合剣発動して、でこれで家系モンスターがめくれるととても嬉しいな。地図来た、でかい。さすがに地図あったらさすがにいけんな。地図でもう1体モンスター増やせっからよ。でロビーなんだろう。とりあえず地図発動すんじゃん。で地図効果発動で、ロビーナを相手に見せつけることによって、なんでか知らんけど、デッキから、イグルーを除外してロビーナ出せるっていうのがぶっ壊れ効果。ぶっ壊れ効果。で、ロビーナ効果発動。イグルーは止められてもいいもんな、別に。先イグルーは止められてもいい。ロビーナを止められるのは NG。で、イグルーは、包容とかはちょっと厳しいですけども、大丈夫ですね。で、イグルーは手札に加わる。でロビーナ効果で、ストーリー持ってくる。これで、家系モンスター揃ったんで多分オシリス出せますね。でモンスター紹介しましょう。でこれで、イグルンを出して、でイグルン効果で、もうすでに、ストールがいるんで、ここは何でもいいんだけど、はい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 、包容ね。普通ここで止めるよね。普通はこれ止める。普通だったら普通だったらこれ止めると思うわ。まだ召喚機残ってるんでいきましょう。で、ストーリー召喚で、ストーリー効果発動、墓地のカードを除外して、抱擁を除外してきます。一応抱擁除外します。あんまり関係ないかもしれないけど、抱擁除外して、で、モンスター召喚しましょう。でここで2体のモンスターをリリースしてアドバンス召喚していく。で最強の鳥、これがですねオシリスを出す時のね鍵になるんですよ。で、ここでスノールを召喚して、で、スノールの効果を間違えた。ストリート、ロビーナの効果が発動するって、超従属モンスターが召喚に成功した場合、除外ゾーンから帰ってくるとかいうなんかぶっ壊れ効果。こいつらは除外されているとなんか帰ってこれるんだぜ。巣に帰ってくるとですね、鳥ですから。はい。鳥なんでね。基本的に、まあ、鳥はね関数に帰ってくるもんですからでだ、スノーの告発とこのターン通常召喚を3回まで行うことができるようになるぜ。そしてロビーナ、これまだ召喚券使ってないですよね。1回しか。だからこれこうですよね。2回目、これ3回目ですね、これね。これ3回目。で、3体のモンスターをリリースし、現れろオシリスの天空竜来たよし、完全に最強モンスターだった。オッケー、あとは将来弾をぶちかましていくだけだぜ。あとは相手がフアンダリーズだと嬉しいな。フアンダリーズだフアンダリーズだ、来たぞ。フアンダリーズにはオシリスの天空竜がぶっ刺さる。フアンダリーズ、ロビーナを除外してイーグルに出すってか。オシリスの天空竜の効果、相手のモンスターが表側表示で召喚、特殊召喚された場合、そのモンスターにぶちかますことができる将来弾まあ一応自分の謎の地図も発動しましょう。謎の地図の効果を発動。謎の地図の効果によって相手がモンスターを召喚した場合、自分もモンスターを手札から召喚できる。あらあら、フアンダリーズ、ロビーナ。そしてイーグルン、あ、じゃあロビーナ帰ってきて、でイーグルンでサーチが入るが、サーチしたモンスター出せるもんなら出してみな。ぶち殺されるぜ俺の将来弾でなほう、なるほど、いいよ、いいじゃねえか。まあ、とりあえずそのペンギンは持ってきてもいいが、俺の最強のオシリスの天空とかいうモンスターの効果によって貴様のモンスター全て破壊される。何、将来弾。そしてさらにまたもや将来弾将来弾に単一制限はついていないぜ。何、謎の地図の効果、いいだろう。俺のロビーナの効果と、それから、まあ、これはもう全回収でいいですね、もはや。ストーリーが回収されて、イグルンも回収される。一応、裏のケアするんだったらあれか。イグルンだけ回収パターンか。さあ、ロビーナの効果によって、何らかの鍵モンスターもサーチすることができるぜ。特艦が一応あれですね。まだ、アクセスできてないですね。はいはいはい。まだ特艦か。特艦持ってきて。さあ、オシリスの天空竜の打点がどんどん上がっていくぜ。そして、フアンダリーズ・イーグルンを召喚。フアンダリーズ・イーグルンの効果を発動。フアンダリーズ・イーグルンの効果によって、上級フアンダリーズをサーチできるぜ。将来弾、さらに、将来弾全てのモンスターが破壊されていくぜ相手よく諦めねえな。で出すモンスターお前全部死ぬぞ。さあ、ストーリーの効果、ストーリーが戻ってくるという効果を発動できるぜ。これによってストーリーを手札に加え、そしてイグルンの効果、イグルンの効果によってここで円ペンを持ってくることができるぜよし、でこのペンギンを出していくぜ。さっきストーリーでいいか。ストーリーを召喚、そしてストーリーの効果を発動。ああ、イーグルの会社いいだろ。さあ、オシリスの天空のここで将来弾強すぎる。で、これでスノール除外したら、これあれ回収できますもんね、はい、スノールを除外して、そしてモンスターを召喚するぜ。特艦も召喚、そして特艦の効果を発動。特艦の効果は除外されているフアンダレーズモンスター1体を手札に加えることができる。さらにモンスターを召喚するぜ。俺は2体のモンスターをリリースし、アドバンス召喚、数属性をリリースすればいいんで、特艦と、あ、まだ何でもいいな、これでいいか。ロフィーナでリリースしてアドバンス召喚、現れろフアンダレーズエンペン、効果発動。フアンダレーズエンペンの効果により、手札にフアンダレーズ魔法トラップカードを1枚手札に加え、さらにロビーナと特艦は1回ちょっと置いといて、ロビーナの効果で戻ってくる。さらにカードが手札に加わり、俺の手札は4枚。これによって最強の4000打点オシリスの天空竜爆弾。そしていえ、相手はもうモンスターを召喚したところで一生オシリスにぶっ破される運命だぜ。これが欲しい。エンドきたーつえー、最強すぎる。ボケがよー、お前がどんぐらいモンスター出したところで全部知るんだよ。暗い将来弾、将来弾しつこいなこいつ。もう意味ねえんだよお前のモンスターいくら出したところでオシレスって全て破壊されるんだよバリ強えマジで。そして3体のモンスターをリリースしてさらにアドバンス召喚をしていくぜ。現れろオシリスの天空竜。パパが神が2体バトルいけ。オシリスの天空竜、超電導波サンダーフォース2連打最強じゃんこのデッキ。悪くないじゃん、かき山さん2台いいんじゃん。悪くないじゃんこれ。これオシリスの天空竜出せるハンドルですね。圧倒的最強のかこれ上級モンスターにているからこれまあ妨害がなければだけど、あの上級モンスター立ちつつ地図も来たか。さすがに強いなこれね。地図があるとね、召喚権的にね、あのね上級モンスターとオシリスっていう場面になるんですよね。これ結構強いんでちょっとやっていきましょう。フワンダリーズの地図の効果と、ロビーナを見せつけてちょっとサレンダーされる可能性高いなこれ。このままサレンダーのパターンあるよ。結構しないね。なるほどなるほど。で、イーグルンの効果結構ね、外調デッキ割とね、ランク上げには使えそうな気がする。なんでかっていうと、なんかあまりにも外調すぎて、まあ、使ってるとそのなんかロビーナ出した瞬間サレンダーされるの結構あるからなんかロビーナ召喚サレンダーみたいなの結構あるから、なんか周回速度は速いっていうね、ランクの周回速度は結構速いっていう。でイーグルン効果でイグルン効果使って、スノールを持ってくるぜ。ここでスノールを持ってくるのがミソだ。そしてモンスターを召喚するぜ。フアンダリーズストーリーを召喚してどっちに効果ないからいい、ね、でフアンダリーズストーリーの効果を発動するぜ。ストーリーの効果によって強欲で謙虚なツボを除外し、さらにモンスターを召喚するぜ。ここで俺は2体のモンスターをリリースしアドバンス召喚。あらあらろロビーナとストーリーをリリースし、フワンダリーズストーリー、なんかストールだけなんかムービーあんだよね、なんか知んないけどでまあ一応回収しておいた方がいいか、まあそんなどっちでもいいけど、まあ一応回収しておくか。ロビーナを回収していく。でそしてストーリーは戻しといて、残しといて、で、スノールの効果このターン召喚権を3回使うことができる。ちなみにまだ俺は召喚権を使っていない。つまりあと俺はまだ3回の召喚を残している。フアンダリーズ特艦を召喚、効果発動。フアンダリーズ特艦の効果により除外されているフアンダリーズモンスター1体を回収。そしてさらにモンスターを召喚できる。まだ1回しか俺は召喚権を使っていない。はい。そして俺は3体のモンスターをリリースし現れのオシリスの天空竜。うわーつえつえバリッツーやばすぎ。で、バニティスペースをセットしていくぜ。まだ召喚権が残ってるぜ俺は召喚権が余ったぜ。このご時世召喚権余るのやばいだろ。これでバニティスペースを発動し相手の心を完全に寄っていく。うわーうわーうわー、いやまだわからん。いや言うて、いやそっフワンダリーズだったか。いやこれね、いやまあでも言うてまだロビーナから展開、謎の地図ロビーナから盛り返しできるように一応しといたんで、ストーリーね。オッケー。いやこれなんとかなんじゃねえかなこれ、頑張れば。まあオシリスさん除外されるような、オシリスさんだ。いやこれでも自分の謎の地図の効果で相手ターンでも自分のターンのように展開できるんで、一応ねなんかね頑張ればなんとかなりますよこれ。盛り返せるはず。これでライザー出して、いやこれ何戻したらいいんだ。まあでもライザー出したら1あんじゃねえかこれ。何戻したらいいんだろうな。でも一応火球か、まあ、地図めんどくさいけど、まあでも地図戻したところでか今あんまり盤面処理できないかしな、まあ、火球モンスターが生き残るかもしれないから一応火球戻して、で上級出させてまあイグルンかイーグル戻して、まあ、ちょっと地図めんどくさいですけどね、まあ、しょうがないですよ、これはね。で、バニティスペース戻しとくか。バニティスペース戻して、で、ライザーは一回返しとこうか。ライザー返して、手札に戻すのは、あ、でもこれ戻したら出せなくなるけど、でもさすがにライザーか。どっちにしても。どっちにしてもライザーだな、これは。はい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 。で、謎の地図の効果発動する、ここで。ここで謎の地図を発動すると。で、ロビーナが帰ってくると。で、これで一応次のターン、初動はあるので。いや、この地図だったかな、これ戻すの。戻すの地図だったかもしんねえな。ちょっとね、プレイングむずいね。あんまりミラーやったことないから、プレイングむずいね、これ。まずは2体のモンスターをリリース。何、貴様もスノールの使い手だというのか。やるじゃないか。分かり手だな。スノール入ってるのは分かり手。なかなか。はい。で、イーグルンと、やつが入ってくる。いやー、これ謎の地図だったかな、もうその。まあでも一応、ライザーとロビーナあるので、まあ、難しいな。これ謎の地図だったくせえな、戻すの。どっちにしても上級展開されるんだったら、謎の地図戻して、なんか相手なんていうか、こっちのターンで展開できないようにするべきだった話はありますね、これね。ちょっとですね、プレミしたかもしれないが、でイグルンが出てくる。で、召喚機が3回に増えている。バトルフェーズ入る。なるほどね。オッケー。いや、まあでも望みはある。言うて。まだわかんない。で、はい。で、ぶん殴られて、まだライフが残る。大丈夫だ。ライフが残っている。初動もある。なんとかなると思う。頑張れば。謎の地図を戻しておくべきだったって話はある、結構。さあ、ストーリー召喚してくれ。なるほど。何、貴様もオシリスの天空竜の使い手だというのか。バカだ。やべえ、俺これ全部何出しても将来弾されるんだけど。やばすぎる。やべえ、どんなモンスター召喚したところで結局なんか将来弾で全てのモンスターが爆破されてしまう。バカだ。終わったー。終わったー、人生終わったー。どう考えてもこのモンスターやばいわ。スノールのとこで貫通するやつですよね、これね。おい、ちょっとオシレス強すぎないか。